皆さんこんにちは。民主党の広報委員長を務めています参議院議員の林久美子です。8月25日火曜日、本日も5ミニッツ民主をお伝えしてまいります。現政権にノーを突きつける国会前の大集会が開かれ、岡田代表は安全保障関連法案を廃案に追い込む決意などを訴えました。このみんなで安倍政権にノー、国民の声怒りの 8.23 大集会が今月23日国会前で開催され、全国から1万4000人が集まりました。呼びかけ人として挨拶に立った岡田克也代表は、この長い国会、残すところあと1ヶ月、労働法制の改悪、安全保障法制の成立を阻止、廃案に追い込む、民主党一人一人の議員が全力を挙げて頑張りますと参加者らに力強く訴えました。この憲法違反の安全保障法制絶対通すわけにはいかない、その声がますます強まっています。もっともっと強くしようじゃありませんか。皆さん、強行採決ができない状態を作り出していく、これが私たちの目指すものです。一方、参議院では連日安全保障関連法案について審議する特別委員会が開かれていますが、先週蓮舫代表代行が質問しているときに総理が野次を飛ばす場面がありました。今月21日、安全保障関連法案について審議する特別委員会で蓮舫代表代行が質問に立ちました。この中で大森4要素とノロダ6類型について議論している際に安倍総理がヤジを飛ばし、委員会は一時中断しました。さらに蓮舫代表代行が、自衛隊が守っている米軍の艦船にミサイルが飛んできた場合には自衛隊は迎撃できるのかと中谷防衛大臣を質すと、大臣は戦闘行為ではないミサイルである場合には防護できるなどと支離滅裂な答弁を繰り返しました。今日も参議院では特別委員会が行われており、政府による答弁が不十分で何度も中断を繰り返していました。では次です。司法取引などが盛り込まれた刑事訴訟法の改正案が参議院で審議入りしました。今月21日、参議院本会議が開かれ、刑事訴訟法の改正案が審議入りし、民主党からは小川敏夫議員が質問に立ちました。この中で小川議員は、通信傍受法、いわゆる盗聴法の拡大、司法取引の導入、取り調べの一部可視化など十分な議論を尽くすべき重要な項目が複数あると指摘した上で、新たな冤罪を生む恐れがあることや通信傍受の記録を通知する対象者の問題などを上川法務大臣に厳しく質しました。これに対し上川大臣は、曖昧な答弁に終始したため再質問、再々質問が行われる事態となりました。それではニュースを2つ短くお伝えします。今月23日、24日の2日間、民主党の青年委員会の全国大会が広島市内で行われ、自治体議員の若手100人が全国から集まり、安全保障関連法案についての勉強会などが行われました。今月23日、枝野幹事長は鳥取県を訪れ、来年の参議院議員選挙から合区となることを受けた鳥取島根合同対策委員会に出席し、両県連と連携協力し候補者擁立に取り組んでいくことが確認されました。では変わりまして、民主党の国会議員が18歳の時を写真などを交えてご紹介をいたします。私の18歳のコーナーです。今日は品武史衆議院議員です。ご覧ください。皆さんこんにちは。岩手一区の衆議院議員の品武史です。私は18歳の頃高校野球をやっていました。丸坊主で白球を追いかけていました。ピッチャーでしたけれども県大会の3回戦で負けてしまいました。その後受験勉強ということで、18歳の頃といえば野球と勉強しかしていなかった。今年から18歳の選挙権と
というのが、スタートするみたいですけれども、ぜひ高校生の皆さんにも政治に関心を持ってもらいたいと思います。政治に無関心ではいられても、政治に無関係ではいられない。皆さんには世の中のことに広く関心を持ってもらって、みんなでこの国の未来を作っていきたいと思います。どうか今後とも民主党をよろしくお願いいたします。さて、これまで非公認だった民主君がこのほど民主党の公認を受けて、ゆるキャラグランプリ2015に立候補することになりました。こちらをご覧ください。投票方法でございますけれども、グランプリのオフィシャルサイト、投票はこちらというページがございますので、そちらへお願いします。パソコンは ID を登録いただく、スマートフォンは ID 不要の簡単な投票もあります。で、11月16日まで1日1回投票ができるということでございますので、民主君も頑張ってます。どうか皆さん応援いただきますようによろしくお願いいたします。では最後に、随分涼しくなってまいりましたが、強い台風15号の被害も心配をされています。くれぐれも皆さんご注意くださいませ。それでは本日の5ミニッツニュースはこの辺で、次回は今週金曜日28日にお目にかかります。失礼いたします。